どうもさしさんです。本日7月16日はついにね、皆さんお待ちかね、 Amazon プライムデー本番ということで、一応ね7月11日から先行セールっていうのは始まっていたんですけども、この本番でね新たにセール対象として加わった商品もたくさんありますので、今回の動画でねそのおすすめ紹介していきたいと思います。この動画で取り上げるものについては全てね概要欄にリンク載せておきますので、気になるものがあればねぜひチェックしてみてください。ということで早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはこの Amazon プライムデーで買い物する前に事前にやっておいた方がいいことについて、これ実はね先行セールよりも前にね一本の動画で詳しく紹介しているんですよ。なのでやっておいた方がいいこと知りたいという方はねそちら見ていただきたいんですけども、まあ簡単に言うとですね、各種キャンペーンへのエントリーですね、ポイントアップキャンペーンとかスタンプラリーとか、この期間ね Amazon お得なキャンペーンたくさん実施してますので、ぜひねそちらもチェックしてみてください。はい、それではおすすめ紹介していきたいんですけども、まず一つ目がこちら、 VR デバイスでおそらく最もシェアの高いね、メタ社の最新デバイス、メタクエスト3でございます。これもねプライムデー本番で、セール対象として、加わりましたね。まあ一応ね 128GB モデルだけにはなるんですけども 19% オフでね、購入可能となっております。通常ね7万5000円ぐらいするので、まあ、欲しかった方はねこの機会ぜひ狙ってみてください。はい、続いて2つ目がこちら、ゲーム用のマウスパッドでございます。以前はですねスカイパッドというブランドだったんですけども、それがね変わってウォールハックっていうね、ブランド名になりました。そのウォールハックが出している布製のマウスパッドですね。ウォールハックガラス製のマウスパッドもあるんですが、こちらは布製となっております。これがプライムデーでね 25% オフで、実はねこのウォールハック布製はバリエーション2つありまして、この MO って書いてあるやつはですねスピード重視なんですよ。でこっちのねソフトパッド SY っていう方がコントロール重視となってますね。まあどっちもね値段一緒なので自分の好みに合わせて選んでみてください。通常よりね 25% オフなので結構ね割引率高いんですよ。で次はこちら、同じくウォールハックなんですけども、こっちはねガラス製になってます。これもプライムで 25% オフで、まあやっぱガラスなのでね、もともとの製品価格結構高額なんですね。通常2万円ぐらいしていたのが、5000円ぐらいね割引になってますので、ウォールハック欲しかった方ね、こちらもチェックしてみてください。はい、そしてこちらが Amazon デバイスなんですけども、 Kindle Scribe というね 10.2 インチ結構大型の電子書籍リーダーとなっております。これ電子書籍リーダーなんですが、まあ、画像にある通りね手書きに対応しているんですよ。まあ、読書しながらメモしてねこう勉強だったりとか、なんかそういう用途でね使えるようなデバイスになってます。これもね先行セールでは対象外だったんですけども、プライムデーからねセール対象として加わってますね。最新のね Kindle デバイスとなっております。はい、Amazon デバイス2つ目がこちら、エコーショー5というねディスプレイ付きのスマートスピーカーでございます。まあこれはねセール、常連のね、まあ、製品にはなるんですけども、先日発売されたばかりのエコースポットっていうモデルがあるんですね。まあそれはこのエコーショーよりもちょっと機能的にはね、少ない機能になるんですが、それプラス1000円ぐらいでこっちも買えるので、最近発売された商品ではないんですけども一応ご紹介させていただきました。これ僕もね使っているんですが、7000円ぐらいで買えるデバイスとしては非常にね高機能になってまして、まあこういう風にね時間を表示できるっていうのはもちろんなんですけども、まあ例えばですねデジタルフォトフレームみたいに使ったりとか、もちろんね普通のスピーカーとして使ったり、あとカメラもついてるので、ビデオ通話にね使ったりとかもできるんですよ。でスイッチボットとかスマートフォーム系のデバイスと組み合わせて音声で操作したりとか、そういった用途でもね、使うことができますね。はい、続いてそのスイッチボットから新しく発売されたというか、まあ一応ね予約受付中なんですけども、新しく登場したこのスマートトラックカードですね、もうねプライムで、対象なんですよ。でこれねどういうデバイスなのかというと、カードタイプなので、まあ財布のねカードポケットとかに入れて持ち歩きます。でその財布ごとね落としちゃったっていう時に、スマホのアプリからね、どこで落としたかみたいな場所を確認することができるんですよ。まあ毎日活躍するようなデバイスではないんですが、いざという時にあると非常にね、便利というかありがたいものになってます。
で、さらに同じくスイッチボットが発売している、スマートロックっていうのがあるんですよ。これドアに取り付ける鍵ですね。僕も使っていて、スマホのアプリからね、ドアの開け閉めしたりとか、このね、ちっちゃくて見えにくいかもしれませんが、指紋のね、認証センサーに指を当ててね、鍵を開けたりすることできるんですけども、このね、指紋認証パッド自体が NFC タグを認識するようになってまして、このカードをピッてかざすだけでカードキーとして使えるみたいな、役割もありますね。そういった最新製品なんですけども、早くもねプライムで対象となっております。スイッチボットね、他にもたくさんね対象の製品ありますので、スマートフォーム系のデバイス興味ある方ね、チェックしてみてください。はい、次がこちら MSI のゲーミングモニターで、これパネルがね QD-OLED なんですよ。量子ドットの有機 EL、採用しているので、めちゃくちゃね映像綺麗だし、発色もいいし、で解像度は WQHD リフレッシュレート 360Hz 対応のものすごくねハイスペックな、ゲーミングモニターになっております。で、実はね僕これの別モデルっていうか、上位版みたいなね、今表示してるのは MAG271QPX みたいな感じで始まってるんですが、僕が持ってるやつは MPG なんですよ。この2つの違いとして、 MAG モデルっていうのは USB ハブついてなくて、KVM スイッチも使えないし、 USB Type-C 端子はあるんですけど、 USB Type-C からのね映像入力っていうのはできるんですけども、給電はされないとか、ゲーミングインテリジェントっていうソフトあるんですけど、それが使えないとかね、あとはモニター背面のライトが省略されてるっていうね、違いっていうのはあるんですが、その分ね低価格で販売されているし、さらにねプライムで対象となってますので、今言った MPG の専用機能っていうのはいらないっていう方は、こっちでもね結構十分なのかなと思いますね。 MPG の方はレビュー動画もありますので、興味ある方はねぜひそちらもチェックしてみてください。はい、続いてこちらがですね LG のゲーミングモニター、前回のね先行セールのおすすめの中で 44.5 インチの方を紹介したんですよ。 44.5 インチのね有機 EL 湾曲ゲーミングモニター紹介したんですが、こちらはね39インチモデルとなっております。サイズはね、一回りちっちゃいんですけども、こっちの方がね価格的には、安いんですよね。湾曲率 800R で39インチって結構サイズも大きいので、人は選ぶんですけども、刺さる人にはねかなり刺さるじゃないかなと思います。はい、ゲーミングモニター最後がこちら BenQ のゾーイですね。 XL2566K というね 24.5 インチフル HD の 360Hz に対応したモデルとなっております。こちらプライムデーで 84,290 円ですね。正直ね個人的にはもうちょっとお金を出して MSI を押したいところなんですが、やっぱねメーカーの好みだったりとか、あとは有機 EL は焼き付きがねどうしても怖いなんて人もいると思いますので、そういった方は全然ありかなと思います。あとやっぱゾーイはねこのリモコンがね結構便利なんですよね。ちなみにさらに上位モデルの 540Hz のねモデルっていうのも登場しているんですが、こっちはねセール対象じゃなかったんですよ。でも逆にね下位モデルの 240Hz のモデルとかであればねセール対象になってたので、360いらないとかっていう人であればね下位のモデルでもありかなと思いますね。はい、次がこちら MSI のゲーミングノート PC ですね。 15.6 インチのね、モデル。今回のセールね MSI のゲーミングノート結構ね対象になっていたんですよ。その中でも今ね安いモデルご紹介させていただいてます。正直ね、ゲーミングノート PC って基本的にパーツ交換もできないし、やっぱりデスクトップ PC に比べると、性能はね劣ってしまうので、がっつり高いモデル買うっていうよりはサブ PC としてね、こういったモデル買ったりとか、作業用としても使うし、ライトなゲーム遊びたいとか、そういった感じでね使うのがいいんじゃないかなと思います。はい、続いてこちらアタックシャーク R3 というね、ゲーミングマウスですね。これプライムデーでね 11,279 円と結構ね買いやすい価格なんですが、スペック的にはゴリゴリで、まずね本体素材マグネシウム合金、金属製のね、マウスになってるんですよ。センサーは PAW3395 のポーリングレート 8000Hz、対応しています。しかもねこれ 2.4GB ワイヤレスだけじゃなくて Bluetooth でもね、使うことできるんですよ。かなりねスペックモリモリなんですけど、この値段っていうのは結構魅力的ですよね。最近ね結構アタックシャークいい製品たくさん出してますので、軽量マウスとかポーリングレート高いマウス欲しいという方ね今回狙い目かなと思います。
で次もねアタックシャークの製品なんですが、こちらがですね、ゲーミングキーボードですね、K85 っていうね、まあ、75% の US 配列のキーボード、これねプライムデーで、1万円ちょっとで買えるんですが、なんとねラピッドトリガーも、対応しているんですよ。ラピッドトリガー対応ってなるとね一気に値段が上がっちゃうんですが、こんぐらいの価格っていうのもねなかなかないので、まあ、残念ながらアクチュエーションポイントはね 0.2 ミリから 0.1 からは使えないんですけども、それでもいいっていう方はね結構ありかなと思いますね。はい、でこちらはですねレーザーの人気キーボード、ハンズマン V3 プロ10キーです。僕もね以前紹介した最新のね、ラピッドトリガー対応のモデル、まあ、これねプライムデーって書いてないのになんで紹介しているのかというと、2点買うと 10% オフっていうねキャンペーンやってるんですよ。まあ、レーザー製品これ1個だけだと対象外なんですけども、もう1個欲しいっていう方はね、単純に3300円ぐらい割引されるので結構大きいですよね。で対象製品についてはねこの買い物するっていうところを押してもらって、この中からね選べるんですけども、3300円ぐらい割引されるっていうことは、例えばねこのマウスパッド買ったらもうこれがねタダでもらえちゃうみたいな、でお釣り来るみたいなね、状態になってるんですよ。すごいですよね。ちなみに以前紹介して非常にね、人気の高いこちらバイパー V3 プロなんかもこの対象なんですよね。これもねプライムデー割引ではないんですけども、2点買うと 10% オフなので、さっきのキーボードと合わせて買うと、まあ、6000円近くね、割引されるような感じになってます。ハンツマンとこのバイパーについてもねレビュー動画、別で出してますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、そしてこちらは AMD の Ryzen 7 5700ですね。まあ、最近ですね結構こうインテルが問題になってて、 CPU の買い替えとかね、検討してたり、まあ、これからね自作組みたい人 AMD 検討されてる方多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、型落ちにはなりますがプライムデーのね、対象となっております。5700でね、2万4000円せずに、買えるっていうのは結構ねコスパ高いと思いますね。でクーラーもついてるので、まあ、最悪ね、別でクーラー用意しなくてもリテールクーラーでね運用することもできます。はい、続いてこちらがシュアのね、ダイナミックマイク MV7X というモデルですね。前回の先行セールの時のおすすめ紹介で上位モデルのね SM7B 取り扱ったんですが、 SM7B ねセール対象でも、まあ、42,000円ぐらいするんですよ。もちろんそれでも普段より安いんですが、 SM7B はちょっと買えないなーっていう方ね、 MV7X も結構ありかなと思います。デザイン的にはねかなり似てますし、筐体のね質感もいいですし、まあ、聞こえ方としてはねやっぱり SM7B の方が僕はねよく聞こえるし好きなんですが、そこまではちょっとという方はねこちらチェックしてみてください。はい、次がこちら最近エルガトから登場したね新しいシリーズ、ネオっていうシリーズのキャプチャーボードですね。これもね以前ご紹介したんですけども、録画とか配信の対応解像度については最大でね 1080p の 60fps までと、エルガトが出してる他のねハイエンドモデルのキャプチャーボードに比べるとスペックはね低めにはなってしまうんですが、結構ねこうデザインが可愛い白のねモデル、これはねエルガトから他にありませんので、まあ、白デバイスでね統一してるとか、そもそも 4K とかね高フレームいらないという方はこれでもね全然ありかなと思います。はい、でこちらがですねロジクールが出している MX キーズミニというね、僕以前メインで使っていたキーボードになりますね。結構コンパクト で薄型で、キースイッチもねなんかこういう感じ丸くへこんでいて指にかかりやすいね形状になってる、ちょっと珍しいねキーボードで、ワイヤレスモデルなので 2.4GB のねワイヤレスか Bluetooth でね使うことができます。今回ね 19% 割引ですね。はい、次がこちら少し前にご紹介しましたショックスのオープンフィットエアーというね、まあ、オープンタイプのワイヤレスイヤホンと、なっております。一般的なワイヤレスイヤホンっていうのはほとんどカナル型で、こう耳栓みたいにね、まあ、耳の穴を塞いでしまうので周りの音聞こえにくいんですが、オープンタイプってね全然耳を塞がないのでイヤホンつけたまま外部の音をめちゃくちゃ聞こえるんですよ。特に屋外でねスポーツするとかながら聞きの用途でおすすめのモデルになってます。最新製品なんですけども、もうねセール対象になってたんですよ。 15% 割引ですね。はい、そしてこちらは EZO なのか EZO なのかちょっとメーカーわかんないんですが、僕もね今実際に使ってます、超ね短い小型のね USB ケーブルですね。これ 13.5 センチしかね長さないんですよ。すごいね平べったくて、まあ家でねメインで例えばスマホ充電したりとかそういった用途で使うよりはこう
SSD をね、まあ、ノート PC に接続したりとか持ち運び用のねケーブルとして使うのがねおすすめかなと思いますね。転送速度も速いし、外でよく作業するなんて方はね1本持っといてもいいのかなという感じ。質感もね結構高くておすすめです。はい、次も実際に僕が使ってるね USB ケーブルでして、こちらはマクドードっていうメーカーのもの。 USB 端子の片側にねディスプレイがついてるんですよ。これすごいですよね。で、今何ワットでスマホ充電してるとか何ワットで PC 充電できてるかっていうのを一目でチェック可能なんですよね。まあ別にねチェックする必要ないよっていう方いるかもしれませんが、まあ充電アダプター、これ本当にね交渉値スペック出てるかどうかとかそういうチェックにも使えるし、まあ結構面白いね製品かなと思います。ディスプレイついててちょっと高そうって思うかもしれませんが、セール価格でね、1本1000円ぐらいで買えるのはね結構魅力的なんじゃないでしょうか。はい、じゃあここからねちょっと普段使いっぽいものをご紹介していきたいんですが、まずは Amazon Basic の乾電池ですね。これ単4モデルに、なってるんですけども、20個626円となっております。で、同じくね、Amazon Basic の乾電池、炭酸。これもね、セール対象になってますね。どっちもね、普段から、買って使ってるものになります。で、次が、エレコムの超定番のね、まあ、クリーニングクロスですね。これ、パソコンのディスプレイ拭いたりとか、まあ、スマホ、いろんなデバイスのクリーニングに使えてね、便利なんですけども、これもね、セール対象 43% オフと、まあ、こういったデスクでパソコン作業してたりとか、まあ、ゲームするとかっていう方は、1個持っておくとね、いいんじゃないかなと思います。ってね、何回も使えます。はい、こちらがノニオっていうね僕が今使ってる歯磨き粉ですね。皆さん歯磨き粉何使ってますでしょうか。このね高濃度フッ素 1450ppm 配合っていうやつはなんか虫歯にねなりにくくておすすめっていう風に YouTube でね歯医者さんが言ってたんですよ。ノニオだけじゃなくてね高濃度フッ素入ってるやつ使うように、してます。味もね結構好きな爽やかな感じだったんで、まあ愛用してるっていう感じですね。2個入り613円なんですけど、定期お得便ね、使うともっと安く買えるし、この定期お得便っていうのは1回買ってその後すぐ解約しても大丈夫なんで、できれば定期お得便で買うといいんじゃないかなと思います。はい、続いてねこちらボダムという僕がね普段から愛用してます、タンブラーですね。これダブルウォールグラスになってまして、まあ、画像見てわかると思いますが2層のガラスになってるんですよ。これによって、まあ、結露しにくいし、例えばね飲み物の温度が変わりにくいとか、そういったメリットもあるんですよね。見た目もおしゃれなんでね非常に気に入ってます。1個注意点としては結構割れやすいんで、購入する方はねそこだけご注意ください。はい、そしてこちらもですね僕が普段からめちゃくちゃ愛用してますグンゼのねインナーシャツですね。今もね実はこの白いシャツの下にね、着てるものなんですけども、こう首がね結構広くカットされてるので、夏場とかこの上にねこういうシャツ着たりとか、T シャツ着たりしてもそのインナーが見えないんですよ。それが良くてね、気に入って買ってます。着心地もいいしね。ユニクロも前愛用してたんですが、ユニクロよりもちょっと化学繊維感があんまなくてね着心地いいんですよ。これ結構おすすめです。はい、続いてこちらが AG のデオドラントですね。まあ今夏場だし、僕のチャンネルね特に男性が多いと思うんで、そういうね匂いとか気にされる方多いんじゃないかなと思いますけど、まあこれもねセール対象なんで僕もね普段から愛用してまして、まあ今回はまだあるんで買わないんですけど、そういうのね気にされる方ぜひねチェックしてみてください。はい、次がこちら大正製薬のシンビオフェルミン S 錠ですね。まあ腸活のためにね、サプリとして乳酸菌普段から飲むようにしていて、これもねセール対象 20% オフですね。これはね今回買い足ししたいと思います。はい、次がこちらアマゾンブランドの素焼きのミックスナッツでございます。これもね、今回僕買おうと思っているものですね。皆さんもねおやつ代わりにいかがでしょうか。こういうねナッツって脂質が結構たくさん入ってるんですね。なので脂質入ってるんだったらちょっとなって思われるかもしれませんが、でもこの脂質ってすごいね体にいい脂質なんですよ。体に悪い脂質もあればいい脂質もあって、これはねすごいいいやつ。例えば悪いやつだと揚げ物のね油とかマクドナルドのポテトの脂質とか、そういうのってねめちゃくちゃ体に悪いんですけど、これはいい脂質なんで、まあ、食べ過ぎはね良くないんですけど、ちょっとねおやつ代わりに1日、1袋食べるとかはかなりいいんじゃないかなと思います。で、最後がこちら。これね、視聴者さん。僕ね、生配信でなんかお得な商品ないかなと思って結構探してたんですけども、視聴者さんね、これ買った方かなり多かったです。
ドンベイプロっていうね、まあ、通常のドンベイよりもかなり糖質が低く抑えられていて、それでいてタンパク質は豊富なんですよ。これはねダイエットとか、まあ、筋トレしてるとかそういった方にね、まあ、おすすめの製品かなと思いますね。もちろんね別にそういうのやってなくてもいいんでしょうけど、12個入りね、2479円と1個200円ぐらいの計算ですね。ドンベイ好きな方ねチェックしてみてください。はい、ということで今回は Amazon プライムデーのおすすめ紹介でございました。まあ以前ですねプライムデー先行セールのおすすめも出してますし、ただその動画と今回の動画でもご紹介しきれてないものもたくさんあるんですね。それについては動画の概要欄にね、まとめたリンクっていうのを載せておきますので、ぜひねそちらもチェックしてみてください。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。買い物楽しんでね。